大家好，我是香香。今回は草書を覚えようのコーナーです。この筆ペンを使って実用文字を書きながら草書を覚えていこうと思います。今回書くのは名字の山本さん。山本さん全国ランキング第7位、105万人いらっしゃるそうです。関西方面に多い名字だそうですね。あの山本山のり屋さん有名かと思うんですけども、なんと日本最古のお茶屋さんで元禄3年1690年創業だそうです。かなり古いんですね。では早速書いていきましょう。楷書、行書、草書ですね。草書いろいろ書き方があるので3種類書いてみました。ではまたお会いしましょう。シャツチェン。